で、日本って、なぜかプログラマーになるために学位がいらないんですよ。で、これすごく特殊で、他の国って大体学位が必要なんですよ。その、大学も卒業してないのになんでプログラムを書けるって言えるの？っていうふうになっちゃうんだよ。だけど、日本の場合はいらないので、日本でプログラマーに大学に行かないでなって、日本で稼ぐんだったら美味しいよっていう、世界で見てもすごい特殊な状況なのよ。日本のプログラマーって。だから進めてるんですよ。クルーザー持ってる技術が日本にある。なので、プログラマーはね、妙に僕進めてるように、IT とかしかいないじゃん。IT とかの方が少ないよ。プログラム書いて、ダラダラ暮らして、アプリ作ってますっていう人って世の中にいっぱいいるんだけど、そういう人って、愚痴をネットでこぼさないのよ。ネットで愚痴こぼすやつは IT とかなのよ。なんだろうな。例えばさ、まあ、これは異論があるかもしれないんだけど、結婚をして苦労した人とか、損した人ほど、ネットに愚痴と文句を書きたがるのよ。で、結婚して幸せに暮らしてる人は、ネットで俺幸せですとか書かないのよ。書く必要ないじゃん。要は、ネット上で見られる、テキストだったり文章っていうのは、ある程度バイアスがかかってるのよ。幸せな人は自分が幸せであることをネット上で言わない。で、不幸な人は不幸である理由をネット上で書くのよ。だから IT ど方は IT きついわってネット上にいっぱい書くのよ。でも、ソシャゲ業界ですげえ楽に暮らしてて、なんかちょっと働いただけですげえボーナス出るわみたいな人はネット上でいちいちそんなこと書かない。むしろキャバクラでガンガン金使ってリアルで幸せに過ごしてます。なので、ネット上にある文章っていうのは、まず、その、バイアスがかかってるっていう事実を知らない人が多いのよ。だってさ、例えばさ、じゃあ、ソシャゲでさ、1日ずつ、ソシャゲのサーバーのメンテでさ、その、会社でなんか1日8時間ぐらいいるんだけど、ぶっちゃけサーバーなんて落ちないから、だらだら暮らして、なんか、まとめサイトとか見たり、ゲームとかして1日8時間暮らしてます。でも、年収1000万ですみたいな人はさ、そんなことネット上に書かないもん。普通に楽しくゲームやってアニメ見て、で、なんか映画とか見て彼女を作って幸せに暮らしてますよ。まあ、なんかハッピーメールで女子大生とか買ってたりするかもしれないけど、なので、幸せな人はまずネット上にそういう自分のこう、こんな遍歴みたいなことをネットに書きません。で、ネットに文章を書く人っていうのは、何らかしらの負のエネルギーがあったり、暇な人なのよ。暇じゃない、負のエネルギーをぶつけたり、愚痴を書こうとする人なのよ。まあ、暇な人もそうだね。幸せな人は暇じゃないから。いろんなことに忙しいから、美味しいもの食べたりとか、美味しいお酒飲んだりとかさ、コンパ行ったりとかさ。なので、コンピューター、IT ど方、プログラム良くないっていう人は、基本的に見るべき情報を間違えてるし、その、本当に見なきゃいけない情報見えてない。